皆さんこんにちは、有村架純です。10月27日スタートの新科学ドラマは、私が出演する姉ちゃんの恋人をお届けします。このドラマは一つ屋根の下で3人の弟を養う肝っ玉姉ちゃんの桃子と、個性豊かな登場人物たちが繰り広げる、恋と家族愛を描いたラブ&ホームコメディです。桃子は一生懸命生きてる子で、こう肝っ玉姉ちゃんイコール気が強くて口が悪くてとかっていう印象もあるんですけど、なんかそれだけじゃないお母さんらしい包容力もあったり、お父さんのようにビシッというとこは言うだけどなんてなみたいな、ちょっとお姉ちゃんっぽさもあるっていう桃子というオリジナルなキャラクターを作れたらいいなって思いますね。まあ、やっぱ見てくださる人が安心できるような作品にしたいなと思ってて、いろんなことのストレスがあるじゃないですか。そういう疲れた気持ちとかをこのドラマを見て、なんか帰ってきたなって思えるような時間にしたいなっていうのはすごく思っていて、あんま構えないで本当感じるままを受けてみてほしいなって思います。科学ドラマ姉ちゃんの恋人はカンテレフジテレビ系で10月27日スタートです。今後発表される豪華なキャストの皆さんにもぜひご注目ください。